こんにちは。名古屋大学大学院工学研究科の滝上です。この動画はリコモ2022の録画になります。この発表では自立移動ロボットとエレベーターを用いた配送システムの効率化を目的とした研究を紹介しました。ネット通販などの電子商取引増加に伴って人手不足が深刻化している物流倉庫を取り上げて、どのようにロボットを運用すると倉庫内の作業を効率化し人の負担を軽減できるかについて考えています。この研究のアプローチとして、まず多層階倉庫のシミュレーターを設計実装して、ロボットがエレベーターを利用して配送を行う様子をシミュレーションしました。次にシミュレート結果からロボットを用いた配送システムの基礎分析を行い、どういった要素がロボット・エレベーター配送システムの効率化に重要なのかについて検討を行いました。それでは発表をご覧ください。名古屋大学大学院工学研究科所属の滝上です。本日は屋内空間でのロボット配送システムにおける効率的な運用方法という題目で発表させていただきます。よろしくお願いします。現在、自立移動ロボット AMR の進歩と各種業務での人手不足を背景に、屋内外空間へのロボット導入が拡大しています。これにより、今まで人の手で行われていた作業が、ロボットで代替されてきています。例としては、宅配便配送を行う配送ロボット、物流倉庫運用を行う物流ロボット、施設案内を行う案内ロボットなどがあります。ここで、電子商取引の増加に伴って、人手不足の影響が顕著であること、また、こちらのグラフに示すように、2030年までに、物流ロボット市場が大幅に増大していること予測などを鑑みて、物流の観点からロボットに着目しています。ここで、物流倉庫における AMR の役割と特徴について紹介します。物流倉庫の業務は大まかに分けて6段階からなります。この中で AMR が担うのは主に保管とピッキングです。保管は外部から到着した荷物を倉庫内の棚へ運ぶ作業。ピッキングは注文に応じて倉庫内の棚から荷物を取り出して仕分け場所へ運ぶ作業です。本スライドではこの保管とピッキングを合わせ配送と呼称します。また AMR の特徴としては、その場その場で自動でルート算出が可能であることが挙げられます。これによって運用にあたっての建物レイアウト構造柔軟に対応可能になります。またこの移動の柔軟性によって人と共通のエリアで運用が可能になります。そのため人が用いる機構、エレベーターや自動ドアといった機構をそのまま利用できることが望ましいです。物流倉庫における AMR 運用の課題には大まかに分けて屋内環境と倉庫システムにおける課題があります。屋内環境では限定的な空間と施設の階層構造が問題になります。限定的な空間に対してはロボット同士の衝突回避をするための経路計画問題として研究されています。施設の多層構造については、日本国内でロボットエレベーター連携企画が公開されているなど、ロボットがエレベーターを利用できるようにしようという取り組みが広がっています。倉庫システムについては、荷物の管理と作業者への作業割り当てが問題になっています。荷物管理については、RFID などを活用した、荷物の位置情報管理システムの研究がされており、作業割り当てについては、作業者と荷物の間の距離を利用した割り当てが実際の倉庫で行われ、試されています。このような複数の課題を様々な側面から研究する上で、図鑑教授の研究はコストが高くなります。そこでシミュレーションによる研究が数多く行われています。物流倉庫のシミュレーション研究について取り上げます。まず、ガグライラバ、ベルトコンベアと人による配送システムをシミュレーターで研究しています。その際に荷物の注文頻度や注文の量に基づいた作業の優先順位付けを行いました。また、こちらの研究では、地面にあらかじめ引かれたガイアの上を走行する自動搬送車という車両を用いた走行運用の自動化を研究しています。自動運送車と、荷物までの距離を考慮するモデルなど、いくつかの運用モデルを検証しました。全体として多層階走行と AMR を組み合わせた研究は少ないです。そこで本研究では多層階倉庫における配送システムをシミュレーターで検証します。改めて、本研究の目的は、ロボットとエレベーターによる配送システムの効率化です。そのアプローチとして、まず多層階倉庫のシミュレーターの設計実装を行いました。今回は荷物のみを階層移動させ、ロボットは階層移動させないシナリオで実装しています。また、こちらのシミュレーターを用いて、
試験的に実装した配送システムの基礎分析を行いました。この基礎分析をもとに、効率的な配送アルゴリズム構築を目指すというのが目標なんですが、現段階ではこの基礎分析2段階目までを行っています。ここで、実際に実装したシミュレーターの映像をご覧いただきます。青色の箱がロボット、オレンジ色の箱がエレベーター、茶色のたくさんある箱が、荷物を指しています。ご覧のように青色のロボットが、茶色の荷物を持ち運ぶ様子であったり、茶色の荷物がこのように縦方向に階層移動している様子などがわかります。エレベーターと荷物の位置関係が少しおかしいなど、可視化にそこがあるので、その点だけ、ご了承ください。ここで提案シミュレーターの概要です。シミュレーターは主に4要素から構成します。現実空間のモデルにあたる建物の空間、配送エージェント、配送タスク。シナリオにあたるマネージャーです。配送タスクには初期地点と目的地点が設定されています。このタスクを経路マネージャーへ渡して、経路マネージャーはこの2地点間の経路を生成します。生成された経路をロボットマネージャー、エレベーターマネージャーへ渡します。こちらの両マネージャーは配送エージェントに目的地などを与えてエージェント運用を行います。エージェントは建物の空間モデル上を移動して命令をこなします。以降、これらの要素について細かく紹介します。まず、建物の空間モデルです。このモデルは愛知県に実在する倉庫構造を参考にしてモデル化しました。建物は複数のフロアから構成され、各フロアは4つのエリアを持ちます。エレベーターの籠が存在するエレベーターエリア、ロボットがエレベーターの増築を持つエレベーター待機エリア、エレベーターが到着するまでの間、一時的に荷物を保管するプールエリア、荷物を保管しておく棚エリアです。各エリアは荷物量により変動する空きスペースを監視します。次にロボット、エレベーター、配送タスクのモデルについて説明します。まず配送タスクは初期棚から別フロアにある目的棚への配送タスクとして表現します。他にあたる1階から2の階のタスクとピッキングにあたる2の階から1階へのタスクで成り立ちます。ロボットモデルは1つのフロアで荷物を配送するロボットを表現します。荷物の積み込みや積み下ろし時間は1秒から10秒のランダム時間です。地点間の移動の際には、エースターアルゴリズムで経路計画を行います。エレベーターモデルは、フロア間で荷物の配送をするエレベーターを表現します。エレベーターは、内部のボタンの押され方に応じて、上昇、下降、停止の3つの状態を遷移し、階層移動を行います。マネージャーの説明に移る前に、フロア状態について定義します。フロアの中で、荷物置き場、プールエリアとエレベーターエリアの空きスペース、また、エレベーターエリアにエレベーターが存在するかどうかといった観点に注目して状態を区別します。各エリアを空きスペースが小さい密状態と、空きスペースが大きい粗状態に分けます。密状態は新たに荷物を受け入れる余裕が十分ないことを示しており、粗状態はその逆です。この6状態をもとに、マネージャーはロボットエレベーター運用の優先順位付けを行います。ここからマネージャーの説明です。まず、経路マネージャー。の役割は経路の分割。目的は柔軟な配送の実現です。もともとの配送タスクの経路は、初期棚と目的棚を結ぶ一本の経路として考えています。この一本の経路を、こちらの図のような A、B、C、D、E の5つの経路に分割します。分割の基準エリアは、プールエリアとエレベーターエリアです。このうち C 以外の経路をロボットマネージャーに、経路 C をエレベーターマネージャーに渡します。ロボットマネージャーの役割は、待機ロボットへのタスク割り当てです。目的は各フロアにおける滞りない荷物の配送の実現です。今回は分割された経路をロボットへ割り当てるパーツとして働きます。経路はフロア状態に応じて優先度をつけてロボットへ割り振ります。例えば、プールエリアとエレベーターエリアが粗であり、エレベーターが存在しないフロアにおいては、プールエリアと棚エリア間を往復する経路 A と経路 E がロボットに割り当てられます。この経路割り当ての基本方針は、密状態エリアから荷物を運び出すことを最優先し、エレベーターからの荷物運び出しを次に優先するというふうにしています。これにより荷物が滞りなく流れるようになります。次にエレベーターマネージャーです。
役割はエレベーターの階層移動し、目的はフロア間の滞りない荷物の配送です。今回はフロア状態と経路に基づいたエレベーター運用を行うパートとして働きます。例としてエレベーターがこのような荷物を乗せて1階に停止しているタイミングを見ています。1階のエリアが全て層であるときには、こちらの1階行きの荷物を全て下ろした後に2階へと、移動するようにマネージャーは指示を出します。エレベーター管制の基本方針は、運び出せる荷物がある間はエレベーター停止を最優先し、荷物を多く下ろせるフロアへの移動と、ミスエリアがあるフロアへの移動を次に優先するというふうにしました。ここまで説明した提案シミュレーターで実験を行いました。実験の入力パラメーターとして、階層数、フロア面積、プールエリアの面積、各フロアのロボット台数を変数とし、タスク数を500個に固定しました。実験を行ったフロア構成はこのような形になっていて、ロボットとエレベーターの速度、荷物容量はこちらの表のように設定しました。主な出力パラメーターは、タスク処理時間、ロボット稼働時間、各配送タスクの完了時刻です。それぞれの入力組み合わせについて10回ずつ以上を試行しました。実験結果と考察です。まずタスク処理時間からプールエリアの影響を見ています。こちらのグラフは、エリアが小さい、小大、階層数が3階、6階、9階のそれぞれについて、荷物置き場、プールエリア面積とタスク処理時間の関係性を見ています。プールエリアが1平方メートル、つまりプールエリアが存在しない想定では、タスク処理時間が長くなっています。その後、プールエリアが4平方メートルで時間が最大になり、面積を大きくしていくと、だんだんとタスク処理時間が増加している様子がわかります。から、荷物を階層移動するタイミングが重要であることが示唆できます。今回はエレベーター面積を10平方メートルに設定したので、荷物を貯める量をエレベーター面積が上回らない程度に抑えることが有効である可能性が見えてきました。次にロボット稼働時間を比較します。こちらの上のグラフは、エリア小、階層数6の建物で各フロアにおけるロボット稼働時間を見ちゃうグラフです。これら3つのグラフに共通して、1階のロボット、青い部分のロボットが他のフロアのロボットに比べて稼働時間が長くなっています。これは配送タスクが必ず1階を絡めるような設定にしてあるため、そのタスクに偏りがあることが原因だと考えられます。下のグラフは500個の配送タスクが完了した時刻を示します。灰色の線分が1つの配送、タスクを表し、青が初期回、黄色が配達回です。ここまで1万秒程度までに1回の配送タスクが一気に完了し、その後断続的に他のフロアへのタスクが完了しています。この原因として、エレベーターがいないフロアでタスクが停滞することと、配送需要が集中するフロア、今回で言うと1階のフロアが建物全体のボトルネックになるためだと考えています。これらから配送需要に応じてロボットを階層移動させる必要性が差できていると考えています。最後にまとめです。本研究では塗装階層庫のシミュレーターを設計、実装しました。その後、シミュレーターを用いた配送システムの基礎検証を行い、荷物を階層移動するタイミングの重要性と階層移動の必要性を示唆することができたと考えています。今後の展望として、シミュレーターの改善、表現要素の充実と、こちらの基礎検証に基づいたエレベーターロボット運用アルゴリズムの効率化を行いたいと考えています。以上で発表を行います。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。こちらに他の方の発表もあるので、よろしければご覧ください。この発表がいいなと思った方は、論文の引用、グッドボタン、チャンネル登録、ぜひお願いします。